旅行大手の近畿日本ツーリストが自治体に委託料を過大請求していた問題で掛川市は業務への入札参加を停止しました近畿日本ツーリストをめぐっては新型コロナワクチン接種のコールセンター業務などで86の自治体に最大14億7000万円の過大請求をしていたことが明らかになっています 県内でも掛川市と八重洲市への課題請求が分かっていて大阪府警は1日静岡市と大阪市の支店に詐欺の疑いで家宅捜索に入っていました掛川市は近畿日本ツーリストの課題請求は不誠実とし市が発注する業務への入札参加を停止しました停止期間は今日から9ヶ月間で 市は今後、課題請求分の返還を求めていくとしています。